久保さん今回、嘘にしましょうか。多分、嘘ってまだないですね。嘘。嘘ね。はい、まあ、確かにね、ただで編集チームやってるかもしれないですね。まあ、そういうふうに触れ込みでやってるんだったら。まあ、それはちょっと宮迫さんに聞いてみないと分かんないですけどね。でも、確かに、その、ね、宮迫さんの編集チームにいましたっていうブランディングができるから、あの、お金は払えないけどやる人いるって言ったら、まあ、いるでしょうね。 確かに集め方次第かなとは思いますけど、まあ、あとはその宮迫さんがどう対応してるかはその宮迫さんしか分かんないんでうんまあネットにいろんな情報が流れてますけどそれが嘘か本当かっていうのは結局受け取る人がジャッジメントしないといけないですニュースでやってることは全部が正しいのか裁判で裁判で裁かれることは全部正しいのかどうですかね警察が逮捕したものは全て正しいのか これね実際にまあ歴史をたどるとね、あのー、間違って逮捕してね、あのー、これねな,なんだっけなその痴漢のやつもあるんですよ結構有名なやつでで痴漢俺はさわさ触ってないのにみたいな結構有名なまあ本それ本も出たんですけどもそのなんださやってないのに、うん、やっただろうってなってそれでもう人生破滅したみたいなうんどっちが本当ですかと <laughs> こうねうん 嘘がいっぱい多いですよ、世の中っていうのは。だからそれはやっぱ見極める力っていうのは必要です。で、僕と久保さんに関しては、もしね、僕と久保さんを見極められないんだったら、それはね、やばいと思いますよ。だって見極められるようにこんだけやってんだから。これからもやるし。でも僕と久保さんは知ってます。ね。い、いいい一時だけ出てきて、いつ消える人、いっぱい見てきました。僕と久保さん消えてないですよ。ずっとサポートもしてるし。 で、それも見せてるし。で、これで見極められないんだったら申し訳ないけど、あのー、やばいと思います。もう <laughs>、本当にやばいと思います。別に僕と久保さんを信じる信じないはどうでもいいんだけど、少なくても、こいつらは、まあ、稼いでるのよぐらいはね、見極める力がないんだったら、本当の、本当にこの人たち、こうなんだなっていうのは見極められないんだったら、それはね、きついと思いますよ。情報、も、ま、う、あ、これだけ情報出してるんだから。 うんまあそれで疑うんだったら本当に他行った他の動画見た方がいいと思いますマジでマジで他の動画見た方がいいと思いますで逆に言うとね、まあ、前,前々の話でも出たんですけど億万長者合宿をセールする時に億万長者合宿に参加したらあの億万長者に誰でもなれるんですかみたいな質問が来て逆にこれだけ情報を発信してていろんなメッセージ流してるんだけれども何だろうな あのー、そういうメッセージが来るっていうのはまだまあ情報が足りてないうんまだ発信力が足りてないのかなと僕は思ったしだから、えー、続けてるしね、うん、これからも続けますもう本当にこの億万長者合宿が10年20年30年続けてね、えー、それでその質問がもう一切来なくなる。 億万長者合宿に参加すれば誰でも億万長者になれるんだったら誰でも金払いますよみたいな質問が一切来ないように発信していくっていう、まあ、それがね着地点になるかもしれないですねまあでもねずっと見てる人いないですからね10年20年30年も僕たちの発信見てる人もう少ないと思うんで、まあ、結局30年後見たらそれの一部しか切り取ってないと思うんであれだかもしれないですけどまあでもああいう質問は一切もう受け付け 来ないいいいように発信を続けていきたいと思いますね。嘘か本当かはあなたの目でしっかり見てしっかりくあのなんだんジャッジメントしていただけばいいんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。